さて、えー、こちらもどこへ行くかなと思うニュースが届いております、えー、おっぱい枕さんから頂い,いておりますけれどもに、日本郵政グループは来年秋以降に持ち株会社の日本郵政と傘下にあるゆうちょ銀行とかんぽ生命の株式を同時に東京証券取引所に上場する方針を固めました。はい これは一見アベノミクスに追い風となって株式市場を活性化してくれるそうですが、えー、してくれそうですが、日本一の金融会社が外国人投資家の餌食になってしまわないかという心配もこの方はしております。サンドの飯よりラジオ好きさんからもいただいております日本郵政、来週というのは、あ この次の週ではなくて、秋、次の秋、上場とのニュースがありましたが、常々、日本優勢資金を外国資本、特にアメリカが狙っているという噂がありましたから、この方もやっぱりそのあたり心配ですね、外国資本からの圧力とか、TPP への布石とか、アベノミクスの株式市場を 最優遇政策の一貫化日本郵政が、えー、あ預かる日本国民の預貯金と、えー、保険等の財産資産を外国資本に奪い取られてしまわないかを懸念しておりますということ。うん、畳さんからもい,ただいておりますますあ 郵政民営化の総仕上げということもあるんではないでしょうかねということですよね、はい、一般の人がその株を持つということ、はい、それが本当の民営化であるとその総仕上げとも言えなくはないしかしまああれですどうしてあの分社化したのかねこれは分かりませんというのはもともとあの郵便事業 さっきは銀行保険事業ですね、はい、からあと郵便事業、この3つの部門に分かれてますよね、うん、これあの、民あの郵政民営化したときに、この辺問題になりましたもんね。 普段、あの、顔見知りの人がいて、はい、本当に、あ、すみませんって、郵便屋さんにも、これね、今月分のね、あの、貯金のあれで持ってってもらえますかって、頼のあ、いいですよってやってたのが、いや、私、郵便局員ですから、ということで。うん、あの、それできませんいう、ええ、ええー、というね、なんか民営化って、ね、分社化民営化って、はい、何やら窮屈やな、って言ってた人もいましたよね。うん、そういうことで、それぞれが、まあ、三つ分かれた、それぞれですけれども、 かんぽそれれらゆうちょ銀行こまああの記事によると郵政自利品に危機感ということでいろんな他の金融機関との競争体制の中で、はい、ちょっとこれはということもあるので今後こういう株式を上場すると同時に、うんえー、いわゆる今までやっていなかった部門、はい、住宅ローンとか、はい、そういったことなんかも合わせてやって、うん、ゆうちょ銀行 のにお金がどんどんまた集まるようにしたいと、まあ、こういう意味もあるらしいんですがね、はい、でそんな中で、もともと郵便いうのは儲かりませんよね、ゆうちょかんぽで利益を出しているのに分けてしまうのはおかしいと思いますこういうのが一体となっているから、はい、多少赤字の郵便事業でもですね、や、はい、りくりできたのに、分けてしまったときにどうするか、うんで、今回の民営化においては、そこはどうなっているかといいますと、かんぽ生命保険とゆうちょ銀行に関しては、 日本郵政の持っている株の50%ぐらいを売却するということですが日本郵便についてはまだこれはま,ああのまだ100%のままですねもあの売り渡しはないと、はい、ない, <laughs> いうことですがね、はい、え例えば郵地や官邦が外資に買収されてしまうケースも考えられやっばこの人もここにまた考えをね及ばしております大型上場で景気のいい話に見えますがおかしな方向に行くのではと心配の向きもあります <laughs> ますます郵便事業 というものはこういう分社化されてしまってどうなるだろうかとか外国資本との関係どうなんだろうというのがまあ皆さん方のお便りを要約するとということなんですがね、はいうん、さあこれが上場された時にじゃ我々としてはですねまあ気楽な立場としているならばあまり何も考えずに気楽な立場とするならこの株を買うか買わへんかという,ようなところに今度はまたいきますわね。つぼい株 坪井株の株主さんはどうされるんですか、坪井資金と言って、坪井資金はここに流れるかということでしょう坪井さんが買ったら株あかんようになるいう坪井株の伝説があったでしょだから日銀総裁と同じぐらい、僕はね、発言に気をつけないかんです、経済を大きく左右させてしまいまつぼいさんが買う言うたらどう動くかですそういうことですから、買わへんうたらどう動くかですそういうことですよ、買うと言ったら、がぶん下がりますよ、また三水の二の舞かい ことになってしまいますから、はい、あの僕らは。っていうか、いくらぐらいになるの、うん、それも含めてですよね。うん、まず、いくらで売り出すかということ。はい、それと、配当金やら。はい。ね、まあ、初期の、あの売り出し価格。はい。配当金。それから、あの有、いう。株主,株主優待というのは。どういうものがあるのか。貯金箱や。ポストのな。<laughs> <laughs> 民化されてるんでポストはもうやめとこか <laughs> いうことになるかもわかりませんしね。それにいろいろよって買う買わんというのが決まってくるんではないでしょうか。